はい、こんにちは。ジェネテックの水口です。今日はですね、これを真空パックしていきたいと思います。カツオのたたきになります。はい、では早速やっていきましょう。で、少しシワを作ります。はい、失礼しました。だいたいですね、10秒ぐらいでこんな感じにできますね。はい、で今回はもうこのカツオのたたきはそのまま冷凍庫へ直行させます。で、食べるときはですね、流水解凍がおすすめです。結構ね、厚みがあるんですけれども、まあ、このぐらいの厚みでもだいたい今、そうですね、どのぐらいですかね、1時間ぐらい水の中につけておくだけでも簡単に解凍されますので、食べ方としては非常におすすめです。でもちろんね、匂い移りもございません。で、綺麗にパックされています。はい、ではですね、また何かのご質問等ございましたら、この下のフォームの方から、問い合わせのフォームからご連絡の方いただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。